これはね、これに今これを植える予定なんですけど、うん、ちょっとこの下から針金出すやり方ではね、ちょっと止めづらいんでね、これは一本の止め方でいいんだよね、うん、まあ、これはこれでこうでしょ、こういう感じでね、これでいいんですよ。ちゃんと穴2つ開いてるの、開いてるね、ね、あ、そしたら行きましょう。開いてないと思った。それならこのね、ちゃんと針金通し縛る穴開いてる。いやいや、これは素晴らしい鉢ですね。やっぱりさ、これはね、見えない針金の次の針金、やや見える針金、うん、で、なんかちょっとどこが始まりだか分かんない、メガネの助けを借りなきゃダメになってきました。これあなたちょっとあの時間を潰してるわけではありませんあのやってる人間がそれなりなので出ました。あったありました。なんたってね、だんだん目が良くなってきてるからねだんだん目が冴えてきてますんでね。これはね、こういう、これはちゃんとね、丁寧な鉢ですんで、丁寧で親切な鉢ですね。こういう感じでね、ちょっと待ってね、これね、網がちょうどいいわ。こうでしょ、こうでしょ、こことここを刺しておきます。ちょっとこうやって、ね、もう穴に通しちゃうんだ、通しちゃって、んでこうやってピッてやったら動かないでしょ、うん、こうやってね、ちょっと絆創膏取るとかっこ悪いからって仕事場がね、いろいろあのあちこちに分かれてましてね、ちょっと汚いけどね、うん、その現場現場でやること違うので、ちょっと汚いのを勘弁してください、うん、なんたって現場なんで、こういう根なんですよ、これね、うん、これは挿し木で作ってね、3年目の木なんですけどね、これこういうもみじはね、赤が取り柄でしょ、うん、これをね、今ね、根をね、あの極端に切ってしまうとね、うん、この色がちょっと一時的に冷めるんですよ、うん、で、まあそれは枯れる原因じゃないからいいんだけどね、入らなかったらシャニムに切るけどね、うん、こういうのはね、ある程度こう落として入るもんだらそのまま入れちゃうんです、これに、うんうん、それでこうでしょ、ミニですからね、鉢だから、こういう風にしてね、なるべくね、色見るんだら切らないのね、そうだね、だからこのまま入れるんですよ。で、毎年植え替えなきゃダメだね、これは、うん、1回で終わりでね、そんなちっちゃい鉢に入れるんで、うん、これ毎年ね、もうちょっとね、後でね、先に植えればよかったんで、これは何のことない、これでいいんです、こういう感じで。あとはよくあの 石に植え、土に植えといたらね、下から根っこ出るじゃん、うん、鉢の下から出るよ、そういうのはそのまま切んないで、そのまま捨てた方がいいんだよ。いやいや、それね、うん、あれだよ、そうやって眺めるんだったらそのままでいいんだよ、うん、ああそうか、どっか持っていくとか、うん、移動するったらさ、うん、そのついたやつ取らなきゃならないでしょ、うん、そうだね、うん、だからそういう場合はやっぱりね、そういう根が出ないように、うん、空間開けてね、うん、なんかこうちょっと空気の通りよくしとけば根出ないから、うん、土乗せればさ、ここから根出るよ、うん、でその代わりすごい木元気よくなるね。なるほど。でね、これでしたらね、ちょっと土がね、うん、これのこの粒ではちょっと粗いの、それでね、もっと小さいの見て、これはね、あの川砂なの、うん、だから すごい水はけはいいの。豊平川の川でねえな、豊平川でなくて石狩川石狩川、石狩川だよ、北海道で豊平川ってメジャーじゃないでしょ、うん、石狩川ったらメジャーでしょ、うん、誰でも分かるように、まあ、石狩川にみんな続いてるから、そうだよ、豊平川なんたらあんたダサいよ、枝だもんね、枝だよ、誰もどこの川ですかって言われるし石狩があったら、石狩川は右だもんね、そうだよ、石狩があったら世界中知らない人はいない石狩川はあんた石狩川エレジーなんてすごいよ、あんたそ
曲があるんだよ、石狩川。これでしょ、うん、これはね、あの土はね、あのまあ入れるんですけど、うん、毎年植え替えるからね、あのこういうもんでね、ある程度こういう細身のね、こういう細金物でもいいんです、うん、こうやってこう静かに刺さり込むの、こうやってね、うん、こうやってこうやってね、静かにやらないと傷だらけの中ね、なるべく中に入れて、これ何でもいいんだよ、このあれは。ただちょっとね、こういう小さいのはね、あの粉みたいな土使うと、うん、カンカラカンになってね、水入っていかないの。あでこれはあの床水って言ってね、うん、あの夏は危ないと思ったらお皿に水張ってつけといてもいいんだけど、うん、やっぱりいつもぐじぐじしてると良くないんでね。あこういうね、あの硬いね石、川砂みたいのを小さいのを入れるとね、うん、いつも水がねぐじぐじしてても空間絶えず空いてるから、なるほど、いいわけ。だからこういうミニにね、あの赤玉も確かにね、こんな小さい赤玉ないけど、あの赤玉の粉使う人もいるけど、ちょっとねいつもジムジムしてるでしょ。この川砂の一番極小、これ粉でないですからね、これ砂を通して通して一番小さいやつをね、これミニに入れるの、こういうのに。石狩の砂浜行ってもないもん、こんなの。ないよ、砂浜行っても。大体色が違う。色が違う。これは濡れたらすごい落ち着いていい色してる。で、これはね、地中もみじって言ってね、うん、春2ヶ月ぐらい真っ赤になるんです。うん、で、夏はね、真っ青になるの、なぜか。うん、そしてなぜかね、秋になるとまた真っ赤になる。本当にね、この子はね、人の顔色見るの。人の顔色を見てね、色変わるの、だからと。なるほど、うん、だからそのね、3つに変わるっていうのはどんなもみじでも必ず色変わるから、1年間3回咲いて変わるんだよ。だってこれは劇的に変わるの。なるほど。この夏見たらびっくりするよ、これ真っ青になるんだから。それ考えられないでしょ普通は、うん、それはね、あの我々は当たり前だと思ってるけどね、うん、初めて見る人はびっくりする。そうだね、これはこういう感じで、できればもうあの薄いお皿でもいいし、水きちっとやれる人は上から1日1回たっぷりやれば ね、うん、そうだね、いいけど、夏になって茂ってきたら1日1回じゃ足りないから、うん、夏はやっぱり床水だね、うん、あんまりここまでつけないんだよ、このぐらいまでつけて置いとくと。本来は上からやった方がいいんだよ、本来は上からやるの、うん、だけど間に合わなくなるときあるね、うん、夏なんかさ行くしょ、あのレジャーに2泊3日バカンスかい、バカンスに行ったらね、レジャーに行くとやっぱり留守ですでしょ、その時は床水しとくの、うん、1週間もやったらダメだよ、うん、3日がバカンスの限度、あ、なるほどね、そのぐらいだったら3日4日だったらつけても大丈夫、うん。